おはようございます。今回もですね、トレーニング動画になります。最近トレーニングばっかりですね。なんでこんなトレーニングばっかりしてるかっていうことなんですけど、来月ですね、タラの森トレイルランニングという大会が近づいてきているので、トレーニングばっかりやってます。昨日はですね、ヤッサ800っていうスピードを高めるような、トレーニングをしたので、今日は持久力を高めるようなトレーニングをしていきたいなと思います。どんなトレーニングかっていうことなんですけど、うちの近所にですね、毘沙門山っていう、標高180メートルぐらいの山がありますので、そこをですね、ひたすら登って下るというようなトレーニングをやっていきたいなと思います。今回ですね、このコース初めてなんで、距離がどれぐらいあるのかわからないんですけど、多分2キロ前後かなと思うんですけど、10回はやりたいなと思ってます。本当はですね、今日、日帰りで鹿児島に行って、鹿児島の九州百名山三座ぐらい登ろうかなと思ってたんですけど、ちょっと鹿児島の天気があまり良くなさそうだったので、鹿児島やめて、もううちの家からですね、車で数分で着く毘沙門山に変更になってます。鹿児島ほど楽しみはないんですけど、その分しっかりトレーニングをやっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。GO!ここがスタート地点ですね。1周目はですね、どんなコースかっていうのを紹介するために、いつものタイムラプス機能を使ってコースの紹介をしていきたいなと思います。今日はですね、許可をいただいてここの駐車場に停めさせていただいてます。ということで1本目終わりました。距離としては 2.2 キロ。時間は20分30秒ぐらいでしたね。こんな感じで、こんな感じの周回コースになるんですけど、ほとんど舗装されているので結構歩きやすい、走りやすいですね。ただやっぱりこの前の台風の影響で落ち葉とか木の枝とかはすごい地面に落ちてます。で、今から2周目なんですけど、
2周目はですね、ちょっとポイントを説明しながら行きたいなと思います。こんな感じで結構走りやすいですね。まあ、この辺は傾斜もそんなにきつくないです。今日の天気は抜群です。青空最高ですね。あ、この天気が鹿児島もこの天気だったら行ってたんですけどね。残念。峠走ってるとこういうカーブがきついんですよね。こういうカーブは勾配がガッときつくなりますね。結構足にも負担がきます。ここが この山最難関の最後の急登ですね。いつもは走って登るんですけど、今日は先が長いんで無理せず歩いて登ります。ここが山頂直下の神社ですね。今日は手振り山系雷山、茨、鋼、トンボ、いろいろですね、綺麗に見えます。ここは低山ながらすごく景色がいいですね。茅野山、甲子岳、灘山かな。山頂直下の神社で一礼して下ります。ここはですね、春には桜が咲くんで花見されてる方も結構いますね。じゃあ下りましょう。ここから、ちょっとトレイルですかね。結構もう突破がすごくてですね、かなり滑ります。こういう滑りやすい時こそですね、やっぱり体幹とかバランス能力が大事になるのかなとは思うんですけど、まあこけないように気をつけましょう。2周目終わりました。2周目は19分56秒ですね。まあちょっと1周目は動画撮りながらだったんで少し遅くなりましたけど、2周目の方がまあ、カメラ使ってなかったんで結構時間短縮にはなりましたね。これからですね、周回重ねるごとにどれぐらいタイムが落ちていくかっていうのも見ていきたいなと思います。後半の持久力がどれぐらい下がるかですね、見ていきたいなと思います。神々ですね。3本目終わりました。3本目はですね、19分30秒ぐらいでしたね。まあまだ全然足も体力も大丈夫なんで、すぐに4本目行きたいと思います。ただ少しお腹が空いてきたんで、まあ5本終わったぐらいで何か食べようかなと思います。見えますか、ミノムシ。子供の時折り紙とかでミノムシの家を作ってましたけどね。あ、逃げた。顔隠しましたね。まあ怖いでしょうね。こういう虫を見ると秋だなって思いますね。よし、下ります。終わりました。4本目は20分30秒ですね。ちょっとなんか足に、影響が出始めたかなっていう感じはありますね。まあまだ違和感まではないんですけどね。ちょっと4本目ミノムシに、気を取られました。可愛かったですね。本日5度目の山頂です。いやー
いい季節になりましたね。5本目終わりました。タイムは20分50秒ですね。ちょっとずつペースが落ちてきてる気がしますね。で、今から6本目なんですけど、本当は5本終了した時点で休憩にしようかなと思ってたんですけど、ちょっとあえて、きつい状況、空腹の状況でですね、走って、ちょっときつい時のトレーニングにしたいなと思ってます。結構お腹ペコペコなんですけどね、やっぱり上りでエネルギーを使うのか、お腹が空腹感が、すごく感じます。あと1本とりあえず頑張ります。6本目終わりました。タイムは、20分30秒ですね。なんとか行きましたね。なんであと残り4本走るんですけど、今から少し休憩します。今日のエネルギー補給はこんな感じですね。最近は結構プロテインを摂るように心がけてます。7本目スタートします。5分ぐらい休憩してですね、まだちょっとエネルギーバー1本しか食べてこないんですけど、時間がもったいないんで歩きながら食べようかなと思います。大会でも少しでもですね時間を削るために、止まる時間は極力短くしたいんで、そういった練習も今日は含めてしていきたいなと思います。7本目終わりました。7本目はですね、21分15秒ちょっと遅くなりましたね。最初にですね食べながら登ったんで、そんなもんかなと思います。あと3本ですね。残りあと3本頑張ります。さあ8本目終わりました。8本目のタイムは19分45秒ぐらいですね。結構いい感じにタイムとしてはフラットで、来ることができてますね。あんまり、遅すぎたり早すぎたりすることなくですね。で、意外とまだ足は大したことないですね。そんなに疲れてない感じはします。ただですね、ここに来てこのコースに飽きちゃいました。さすがに1周2キロの周回コースを8回するともういいかなってなりますね。あと2回なんで頑張ります。9本目終わりました。タイムは20分50秒。最後も21分かからずに周回したいなとは思いますけど、ちょっと疲れてきましたね。そして少し眠たくなってきました。ラスト1本なんで気合を入れて頑張ります。僕らは最後の急登、約 200m 走り切りたいなと思います。無理かもしれないけど、ラスト10本目終わりました。いや、結構9本目ぐらいから股関節とか膝とか、痛みはないんですけど違和感が出てきましたね。で、10本目のタイムはですね、19分40秒ぐらいということで、タイムとしては、そんなに変わらずいけました。10本目で終わろうと思ってたんですけど、最後に1回ですねおかわりをしたいなと思います。最後の1回ですね、体をほぐすような感じでゆっくり登っていきたいなと思います。それとですね、動画、オープニングの動画を撮りながら、ゆっくり登りたいなと思います。はい、ということでですね、今回のトレーニングはこれで終わりたいなと思います。結局最後の1本入れて、11本ですかね、
距離としては多分24キロぐらいですね。累積標高はまだちょっとスマホ見てないんでわからないんですけど、多分まあ1400前後かなと思います。あんまり標高が稼げなかったですね。タラの森はですね、距離が40キロで累積標高が3400メートルぐらいらしいんで、まだまだきつい、ここからきついっていう時が頑張りどころだと思うんで、きつい時にどれだけ頑張れるかっていうのがまあ感想のポイントかなと思います。一応タラの森のですね、目標タイムは8時間30分に設定してます。なんで8時間30分かというとですね、8時間30分以内で完走するとさらに上のレベルの、クラスに出れるそうなんで、まあ、とりあえず8時間30分を目指して頑張りたいなと思います。ということで、今回のトレーニング動画以上になります。まあちょっとですね、景色がいいところとか全然なかったんですけど、よかったら見てください。あとですね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。